ウィークリー水戸今治。この放送では今週1週間で更新された水戸今治の記事を深掘りしたり、週末のイベント情報、または今治市の記者クラブに投げ込まれたプレスリリースなどを紹介していきます。こんばんは、水戸今治の荒木孝弘です。まあ本編の中でもちょっと触れるんですけど、まあ音幕があった1週間ということで、暑い夏が皆さんも体験できたんじゃないでしょうかね。まあね、いろんなこう、なんていうかな、いわくつきじゃないですけど、制限がある中でのイベントでしたけど、ね、やっぱりああやってこう大きな花火が打ち上がったり、みんながこうウキウキしてる様子などを見ると、ね、なかなかこう感慨深いものがありますね。3年ぶりということですので、気持ちの良い1日だったんじゃ、2日間だったんじゃないでしょうか。で、昨日ぐらいからお盆休みという方も多くいらっしゃるんじゃないかと思いますが、まあ、この数日はね、ゆっくり暑い時期ですし、あまりいろんなところにこう行くとね、まあ、体力も持ってかれるし、のんびりするいい時間として過ごしていただければなと思ってます。まあ、なかなかね、体力もどんどん暑さで奪われる時期ですので、どうぞ皆様もご自愛いただければなというふうに思います。さて、本日も水戸今治の1週間の記事の振り返りからスタートしていきたいと思います。はい、まずは8月5日分からです。2022年度の広告パートナーを新たに募集します。アクセス数は月間約30万回と。こちらも毎月恒例のというか、もう定期的に流しさせていただいている水戸今治の広告の記事ということです。まあ、今も毎月安定して30万弱、まあ30万前後という表現をさせてもらってますけど、アクセス数をクリアしております。そして月間ユーザー数は約10万と、まあ、なかなかの数字を安定したまま継続できているので、なかなかいい感じなんじゃないかなと、個人的には思ってます。ご興味ある方はぜひホームページからご覧いただければというふうに思います。はい、続いて、8月6日分です。芝地広場が熱い松本町大作戦が3年ぶりの開催。本幕と一緒に夏を盛り上げるという記事を公開しております。8月6日は土曜日ですね。本幕本祭りという1日目でした。で、もちろんお祭りの部分も行ったんですけど、この日の記事は、松本町大作戦、芝地広場で行われてたイベントの様子をレポートというか公開しております。まあ行かれた方も多いんじゃないかと思いますが、まあ、芝生の上が多分音幕の会場よりも、まあ、コンパクトな分かなりこう盛り上がってるように見えたと個人的には感じましたね。かなり多くの人がいらっしゃいましたし、まあね、のんびりこう座って食べるところもあるので、いろんな屋台が並んでそこで買ったものを食べてる、そんな印象を受けました。で、僕が行ったタイミングが多分夕方ぐらいだったと思うんですけど、6時ぐらいかな。で、行ったら、意外なことにというか、代表者が、まあ、名前記入して、まあ、感染症対策ということで、やってたので、まあ、その手間というか、検温消毒もありますし、そのタイミングがあったので、もう行列というか、待ちができてたので、いや、これ行くめんどくさいというか、マジかと思って、並ばないかんのか、暑いなと思いながらも結局並んだんですけど、まあこういう時期なので仕方ないなと思いますが、それを記入して検温消毒して中に入ってという形でしたね。中では音楽ライブだったり屋台だったりがあったので、本当に丸一日楽しめるようなイベントだったんじゃないでしょうか。音幕のね、本祭り自体はかなり縮小されてて、踊り連の人たちもかなり当日キャンセルみたいな、出場取りやめか、前日とか当日とかもう出てたみたいで、まあね、大人数が関わるイベントですので、例えばそのご家族が感染したとか濃厚接触者になったとかいうので、でじゃあその人が出ないからやめるかみたいな、という判断も多くあったんじゃないでしょうかね。なかなか練習してきた方々はね、かなり無念な危険だったかもしれないですけど、まあこういう時期なので仕方ないということになりますね。はい。そして8月7日に投稿した記事が、2日間の夏の宴が開催。
3年ぶりの幕花火に歓喜というタイトルで公開しております。この、記事に本祭りと2日目の後祭りの分の記事も公開、一緒に、まとめて記事として公開しております。まあ、なかなかこの日はね、めちゃくちゃバタバタしてて、記事公開がどれぐらいだったっけな、かなり遅い時間にアップになりましたね。多分8時半ぐらいだったんじゃないかなと思います。そうですね、午後8時半の公開になってます。なかなかこう、まあ、個人的にはですね、商店街の中の店である水戸今治が運営するマッチというお店で、まあ、屋台というか、まあ、普通の販売してたので、まあ、そういうこともありかなりバタバタしてて、写真撮ってちょっと出歩いて写真撮って記事上げてっていうのがで、いろいろ販売してみたいな感じになるのがかなり難易度上がってたので、まあご容赦くださいというところで、その日自体は、8月7日自体は当日に、撮った写真を公開することができずに、後日次の日に後祭りの分の写真も公開しております。まあ、まだちょっと編集が間に合ってないんですけど、動画の公開も本幕の、まあ、総集編みたいな形で、作っていければなと思って今鋭意制作中です。うちのこう宿泊施設に泊まられた方もいらっしゃったんですけど、やっぱ太鼓とか、まあ、僕獅子舞めっちゃ好きなんですけど、継ぎ獅子とかああいう伝統芸能を見るとね、なんかめっちゃ心が落ち着くというか圧倒されますよね。なんかそういう話をねゲストの方としてましたね。なんか商店街、今回商店街の中だけで継ぎ獅子とかもやってたんですけど、まあ、ちっちゃな場所でやるからこそこうコンパクトに見れるし、迫力もあるしっていうところがあるんかなとも思ったりしましたけど、まあ、個人的にも2日間、朝から昼から準備して夜はイベントのこう出展してで撮影もしてみたいな形で、まあ、花火は見れませんでしたけど、うまく2日間個人的にはすごく楽しみました。で2日目はね当然めちゃくちゃ人いたので、こういう姿が見れてよかったなと、振り返りというかいい2日間だったなと思います。まあ皆さんもねどんな気持ちで参加されたのかは分かんないですが、ね、やっぱりなんかいろんなものをこう吹き飛ばすような花火の打ち上げだったような気がしますね、個人的には。ということで、まあ、開催についてね、いろんな方々が尽力されて、まあ、ボランティアの方々だったり運営委員会の方だったりと、そういった方のお力の上に成り立つイベントですので、そういった方々に感謝の意をね表して、おまくありがとうという言葉に変えさせていただければなというふうに思います。また来年もねマスクなしでやりたいですね。ということでお疲れ様でした。はい、続いて8月8日分ですね。新たに第2弾の飲食店プレミアムクーポンが10月からスタート予定、現在は加盟店の募集中という記事を公開しております。今治市が、昨年の11月からスタートしたですね、飲食店応援の今治市飲食店プレミアムクーポン、こちらの第2弾がスタートするということです。開催自体は10月からなんですが、現在は加盟店を募集して、まあ、プレミアムクーポンを使える場所ですねを募っているというところです。5000円払うと6000円分のお食事券がゲットできるというふうな仕組みになってます。こちらは昨年と変わらずみたいですね。まあ感染状況によって多少なんかズレがもしかしたらあるかもわかんないですが、今はそのスケジュールで動いているということなので、飲食店の方々はぜひ加盟を、そして、利用者の方は10月からをお楽しみにというところです。続いて8月9日分、愛媛県が感染者数拡大を受け8月末までの BA.5 対策強化宣言を発表という記事を公開しております。こちらは愛媛県が発表した BA.5 対策強化宣言というものの紹介をしております。まあ、こういった記事を公開するとですね、まあなんか不必要に煽ってるのかとって言われるかともあるんですが、まあ普通に県からの発表で、まあ皆さんのこう普段の行動への要請、テレビ見ない人だったらやっぱりこういう記事、ウェブ記事だったり
でしか確認できないと思うので、で具体的に詳細どんなもんやと、何が変わんねんというところをちょっとでも興味持って見ていただければなと。こういう理由があって今ここに制限かかってるんやとかいうのをですね、まあ少しでも知っていただければいいなというふうに思って記事を公開しております。まあ今までの感染症対策と大きな変更はないんですが、まあ高齢者の感染者数も増えてきて重症化リスクの高い方もいらっしゃるので、まあ気をつけてねというところですね。病床使用率も上がってきてるよというところが大きなところです。ぜひ詳細は愛媛県のホームページからご確認ください。続いて8月10日分、水戸今治 YouTube チャンネル丸ごと今治情報局にメインで出演していただける方を大募集という記事を公開しております。こちらもまあ定期的に公開させていただいている記事ですが、まあ、この今放送している丸ごと今治情報局、現在は、ね、ラジオメインでお届けしておりますが、もちろん実写の YouTube もどんどんやっていきたいなというふうに思ってるんですが、なかなか実現最近はしておりません。撮影に行けておりません。なぜなら暑くてちょっと動きが鈍るもしくは鈍ってるということを正直に言っておきます。明らかに出足が鈍っております。ということでこちらの、まあ、メインを、まあ、現在はゆったんがやっていただいてて、まあ、今後もちろんやっていただくんですが、他の、なんていうかな、いろんな角度からお届けすることができると思うので、そういったことを考えると、まだメインで、まだまだ他にメインでやっていただける方がもしいらっしゃるんであれば、そういうのも面白いなと思って、定期的に募集させてもらっています。ご興味ある方はぜひご連絡いただければと思います。はい、8月11日分。ツートーンのソフトクリーム、青と白で爽やかに夏の暑さを吹き飛ばすという記事を公開しております。先週かな、かき氷のまとめの記事を上げたんですが、まあ、結構見ていただいてて、まあ、現状でいくと7000弱ぐらいですかね、アクセス数が。まとめ10選ですねがあるんですけど、かき氷終わったので次はソフトクリームだろうということで、今ソフトクリームの、中心に取材に行ってます。で、まあ、できるだけね、かき氷とソフトクリーム、かき氷を提供してない店もソフトクリームとかアイス出してるお店があるので、スイーツ屋さんとかでそこを行けてないところは、かき氷特集できてないところはアイスとかソフトクリームでカバーしたいなと思って、ひんやりスイーツ特集って感じですかね、イメージ的に言うと。その一つを、そのシリーズをまたスタートさせてます。で、今回は、道の駅湯の浦温泉の降りたところすぐですね、西条との県境、市境かのところにある道の駅でソフトクリームを食べてきました。で、水色と白のね、本当に鮮やかな爽やかな色味のソフトクリームがあります。まあ、ソーダとバニラなんですが、こちらね、フードコートみたいなと食券で食べる場所もあるんですが、その物販の方でソフトクリームが楽しめます。でね、去年一昨年ぐらいはなかったんですが、今回はなんかパッションフルーツのソフトクリームもありましたね。かなり見たことなかったんですが、ちょっとパッションフルーツをちょっとなんか全部食べきれる自信がなかったので、ちょっとねビビって王道のマリンソフトにしましたね。大変申し訳ないですがね。で、そっちもちょっと興味あるんですが、やっぱりね、なかなか伝えにくくなるんで、ちょっと王道だけ行かしてもらいました。まあ、こちらもね、結構かき氷もありますし、スイーツも実は豊富にあって、で、まあ、あまり知られてないんですがね、物販というかお土産も結構ね、特徴的なの多いんですよね、道の駅湯の浦の方は。なんで、なかなかね、地元の人が行くっていうのはあんまりないと思うんで、ぜひたまにね、寄っていただいて、あ、こんなんもあるんやって見ていただけると、次今治のお土産を渡すときにバリエーションが増えていくと思うので、そちらもチェックしがてら、ソフトクリーム食べがてら足を運んでいただくといいんじゃないかなと思ってます。まだまだね、暑い時期が続くんで、アイスだったりかき氷だったりひんやりしたスイーツ、ぜひお楽しみいただければなというふうに思います。ということで、
今週の水戸今治の1週間の記事のまとめでした。はい、続いて今週1週間で今治市の記者クラブに投げ込まれたプレリリースを紹介していきます。まずは8月8日分から、令和4年度全国中学校体育大会と出場選手総攻撃例会、令和4年8月17日から25日の期間に開催される令和4年度全国中学生中学校体育大会に出場する今治市内の中学生を激励するための壮行会を開催しますと。日時は令和4年8月12日13時30分からということです。続いて今治市長への要望について、今治タオル工業組合、愛媛県繊維染色工業組合の両組合理事長より、市長に対して原材料等高騰に対する支援要望がなされますと。日時は令和4年8月10日木曜日9時半から10時までとなってます。続いてラッピングエレベーター除幕式を開催します。今治市にはまだまだ知られていない魅力がたくさんあり、各種資源、産品、サービスの再発見、再発掘を実施し、100のコンテンツを色分けして冊子にまとめた今治ワクワク魅力100名館を令和4年3月1万部発行いたしました。市長等がトップセールスをする際の反則 PR グッズとして、またシティプロモーション用フリーペーパーとして活用しましたが、品薄となったため6月に1万冊増刷していますと。視聴者へご来庁される方々に100名館を知っていただき、 SNS 等を通じて魅力を全国に発信し、地域ブランドを確立を図るため、この度庁舎エレベーターを100名館でラッピングしましたということです。日時は令和4年8月22日8時10分から市役所第一別館1階エレベーター前で行われるということです。続いて、未来演劇系プロジェクトからのお知らせですと。第17回公演が行われるということです。新型コロナウイルス感染拡大により何度も公演を延期しましたが、この度やっと開催の運びとなりましたと。現在今治及び近郊在住の小学6年生から社会人まで10人の団員が稽古に励んでいますということです。練習日は毎週日曜日5時から9時半、未来演劇系プロジェクト稽古場です。第17回公演は悟りの壁に君はたち、日時は9月10日土曜日19時から20時半、11日日曜日14時から15時半今治市中央公民館で行われるということです。続いて令和4年度今治市総合防災訓練の実施について、地震津波などの災害に備え、今治市の防災体制の充実強化と補給対策の機能向上を図り、防災士気の高揚を目的とした総合防災訓練を実施します。今年度の学校防災教育実践モデル地域研究事業者指定校である今治市立吹上小学校を中心に、消防団、実習防災会のほか、消防、警察、自衛隊など関係機関が参加して、シェイクアウト訓練、情報収集訓練、避難誘導訓練、避難所開設訓練、水防広報訓練、初期消火訓練、物資輸送訓練、火災防御訓練、救出救護訓練を実施しますと。日時は令和4年8月20日土曜日9時から11時30分まで吹上小学校で行われるということです。はい、続いて8月9日分です。水産業界における燃油価格高騰に関する陳情、今治地区漁業協同組合協議会による水産業界における燃油価格高騰に関する要望書を今治市長へ提出します。コロナ禍における原油価格高騰により直面している、漁業者を存続させるための支援策の要望ということで、8月10日水曜日13時から行われます。続いて8月10日分です。肥料飼料価格高騰に伴う農家支援に関する陳情、今治農業協同組合と今治立花農業協同組合からそれぞれ肥料飼料価格高騰に伴う農家支援に関する要望書を今治市提出。ウクライナ情勢や燃料相場の高騰による海上輸送運賃の上昇、または為替の円安等に伴う輸入原料価格の上昇による飼料費、肥料費の高騰並びに光熱動力費の高騰等により経営に著しい影響を受けている農家、畜産農家の負担軽減について助成措置を講じていただきたいと。肥料価格は主要13商品の平均で昨年度比約1300円 45% 程度の価格上昇、
飼料価格については、例えば今年の4、6期と比べて7、9月期は約1万円 13% 程度の価格上昇となっているということで、日時は8月12日金曜日9時半から10時まで今治市役所にて行われるということです。陳情系が多いですね。なんか3連チャン、タオル業界、漁業業界、農業業界、農業界ということですね。はい、続いて今治市立上色小学校のウテナダム見学会について、今治市立上色小学校から社会科の学習の一環として同校児童のウテナダム見学依頼があり、見学会を開催することになりましたと。目的は自分たちが使う水が主にウテナダムから送られていることや、ダムの役割を調べ、水源確保には地域の協力や理解が必要であることを考えるためということになっています。日時は8月24日水曜日12時半から1時半まで、見学者は上色小学校5年生9名となっています。続いて伝統行事田野さん作り。田野さんは旧暦の8月1日立春から数えて210日に台風の被害から稲を守るために始められた伝統行事です。米粉で作った小さな人形や動物、花などを棒に並べ飾ります。田野麺、田野み、あ、田野、田野も田野み、田野みから来ているとも言われています。現在大西では星浦地区のみで続けられていますということで、日時は8月20日午前10時から12時まで今治市立大西図書館で行われるということです。続いて8月12日分ですね。長いですね。これは全日本少年少女空手道選手権大会第27回オープントーナメントグランドチャンピオン決定戦優勝等報告視聴表敬訪問、こちらが令和4年6月25日26日に大阪府立体育館で開催されました。極真会館愛媛県戸田道場の5選手が下記の成績を収められたので、それを市長に表敬訪問しますと。菊川選手が高校生女子軽量級優勝、北選手が中学2年生男子重量級3位、桜井選手は一般男子重量級ベスト8、北選手が高校生女子重量級ベスト8、小沢選手は中学3年生男子重量級ベスト8となってます。続いて地域のデジタル化を目指してデジタルエクスプレス使える版マイナンバーカードを開催と。公益社団法人今治青年会議所は2022年9月11日に下記の通り町づくり推進事業を実施いたします。当日はマイナンバーカードのセミナーと市長申請会を複合して開催します。この事業は地域のデジタル化のためにデジタルインフラであるマイナンバーカードの理解促進と交付率向上を狙いとしておりますとなっております。テクスポート今治にて行われるということです。続いて FC 今治レディースウィーク特別企画、スポーツ×医療×行政、今治からの挑戦、希望が叶う街へ開催について、 FC 今治が SDGs 実現の一環として開催するレディースウィーク8月21日から28日において、本年度から今治版ネウボラをスタートさせたばかりの今治市の取り組みを紹介するトークセッション、スポーツ×医療×行政、今治からの挑戦、希望が叶う街へを開催しますと。内容は不妊治療専門クリニックであるリプロダクションクリニックと、これなんて書いてあるの、女活、女活、妊活をテーマに今治版ネウボラの取り組み紹介と希望が叶う社会への挑戦についてトークセッションを行うと。日時は8月21日11時から12時までイオンモール今治新都市2階イオンホールにて行われます。続いて今治小松自動車道建設促進規制同盟会国土交通省要望、今治小松自動車道建設促進規制同盟会では、日瀬戸自動車道と松山自動車道を結ぶ第2期施工区間の建設促進のため事業主体である国土交通省への要望活動を行いますと。市民の声を撮影した動画を活用した要望活動を行いますということです。日時は8月19日14時半から14時45分。場所は、国土交通省国土交通事務次官室にて行われるということです。はい。以上で今週1週間で投げ込まれたプレスリリースの紹介を
おります。はい、ということで今週も終わっていきたいなというふうに思います。なかなかね、お祭りが挟んだ日やった日ですし、もうお盆休みがねあるっていう時期でもあったので、もうなんていうかな、お休みモードとか仕事気合入らないも入らないモードなのかなというふうに思いますが、僕もねお祭り時期めっちゃ頑張ったんで、ちょっと今週はのんびりウィークだったなと個人的には思ってます。ただね、まあ暑くても仕事はやってくるし、やることはいっぱいあるので、淡々と次々にやっていければなと思ってます。まだね夏休み気分というか、夏休みはね続くので、子供たちは楽しみながら、大人たちはしっかり働きながら夏を楽しんでいこうかなと思ってます。どうですかね、先週ねご紹介したゆる言語学ラジオ、もし聞いていただいてる方がいたらね、お声掛けいただきたいなと思うんですが、なかなか僕も徐々に進めてるので、まあナンバーワンから聞き始めて、今90、80いくつかな、ようやく半年前ぐらいの放送までこう追いついてきたっていう形ですが、 YouTube だとね1本50分とか平気であるんで、僕の場合はダウンロードしてラジオとして聞いてるんですが、なかなかね長いっすよね。まあこのウィークリーミートの今までだいたい25分ぐらいになることが多いんですが、その倍ですからね、なかなか長いですが、まあ垂れ流してるのでね、あんまり気にならないっちゃ気にならないんですが、時代が追いつくのに結構時間かかるっていうところが難点の一つしてある気がします。ぜひね、そちらも聞いていただきながら、ウィークリーミートの今までもたまに楽しんでいただきながら、まあラジオというかね、そういう耳の文化、垂れ流し文化を楽しんでいただければなというふうに思ってます。まだまだ暑い日が続きますが、ぜひね、まあ冒頭でも言いましたが、お体に十分気をつけてご自愛いただければなというふうに思います。僕もまあ気が抜けてバテないように気を張って日々過ごしていきたいなというふうに思ってます。まあ最後になりますが、チャンネルの登録とグッドボタンをね、ぜひ押していただければなと、嬉しいなと。なので最後まで聞いた方はぜひグッドボタン押してから放送を外閉じていただければ嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今週のウィークリーミートインまばりもここまでです。僕は今日これからバーベキューがあるので楽しんでいきたいと思います。それではまた来週お会いしましょう。お相手はミートインまばりの原木孝弘でした。さよなら。